今永ドリーム、NPB の投手勝ちで遅るわせてしまう。日本で沢村賞レベルの無双をしてなくてもワンチャン通用するという可能性を残してしまった模様。そりゃ同レベルくらいに思ってた奴が最高峰の舞台で桁違いの富と名声を手に入れちゃったら狂うよな。今永は横浜の守備でやってたからな。今永って環境があれやっただけど普通に沢村賞レベルやろ。ベースの守備とハマスタというデバフ。沢村賞なんかよりスピンレートとかの方が大切やろ。いや日本時代の今永はただの高投手レベルだろ。ベースのガバガバ守備からカブスのカチカチ守備って全然プレッシャーちゃうやろな。今永は WBC 決勝で先発任されるぐらいの投手やからな。普通にレベルが違うし当然メジャーの評価も高かったからな。昔からそうやけど日本で本格派でもない投手が MLB 相手には慣れない変則タイプとかで一時的に通用することはよくある。 WBC で一番球適性あったからな。吉信は球適性は微妙やったし。まさかあんなに言う、よくて 1.5 流の投手がねえ。今永は向こうのメディアでも前々から取り上げられてたやん。アメリカンドリームではない。今永もデビューから数試合はすごかったけどやはり炎上した。その後持ち直したけど後半を見てると平凡レベルで終わりそう。 MLB からしてもそこそこの値段で当たりのあるガチャ引けるなら感じやろな。今永とバウアーがいて3位、いなくても3位の球団があるらしい。当たり前の話やけど野球ってデータが少ない同士の対戦やと断然投手有利やしな。新人投手がいきなり無双することがあっても打者はほぼない。嫉妬する投手多いだろうな。あいつ俺より実力高いけど年俸も成績も勝ってるなぁと思ったら何段も先に飛んでっちゃった。今永レベルの成績でもこっちで通用するって見抜いて何年も前からチェックしてたんやろ。投手はこういうパターン何度もあったけど野手だとなんかないよな。今永って球種制限されてあれやからな。直球で勝負できるやつどんだけおんねん。実際通用するやつは通用するからな。